香港のデモ現場銃撃音があちこちで聞こえましたサイルイもゴム弾もデモ参加者や第一線で取材している新聞記者にとって大きな脅威となっています9月29日午後5時ごろあるインドネシア語の女性記者が取材した際香港の警察官が発射したゴム弾が目に当たり大量出血しました 台湾国際放送の運営母体、中央放送局の記者は目撃者である香港大学医学部のヒョウ・ケイオン先生に事件のいきさつを聞きましたヒョウ先生は警察官がやってきて弾丸を発射その弾丸はそのインドネシアの女性記者に当たった彼女は何か探していた際弾丸が目に当たったと振り返りましたこの流血事件が発生する前 警察官は銃を持ってワンザイの立教ででも参加者と対峙していました現場にいたボランティアの医療関係者は直ちに応急措置を施してから彼女を病院に送りましたインドネシア領事館の関係者によりますと彼女の病状は安定しているもののさらに治療を受ける必要があるということです